高木豊さんの長男高木俊之はフォワードで先発出場。すると前半8分、大前からのパスに俊足を生かし抜け出したのは高木俊之。エスパルスが先制ゴールを奪います。その後 FC 東京に同点とされますが、高木俊之からのショートコーナーに頭で合わせたのは身長166センチの大前。今度はアシストでチームを盛り立てます。後半に入っても勢いの止まらない高木俊之は12分、ノバコビッチにアシストを決め追加点。高木俊之は全ての得点に絡む1ゴール2アシストの活躍でエスパルスナディスクカップ3連勝です。